三菱不走トラックバス株式会社は商用車及び産業用エンジンの製造会社であるドイツの自動車会社ダイムラーの連結主会社であるプレスリリースや経済誌などでは MFTBC の略称も用いられている国内トラック販売シェアは第3位2003年に三菱自動車工業から独立したドイツ系日本企業としては フォルクスワーゲングループジャパン株式会社などを上回り、資本金、従業員数とも最大規模である、ドイツのダイムラーグループの参加である。海外での販売比率は高く、ダイムラーグループの中で、三菱不走は2016年現在、主にアジアを中心としたブランドとしてのポジションにある。また三菱グループ各社とも資本関係を含めた一定の関係を維持しており、 三菱金融会及び三菱広報委員会の会員企業でもある。競合する伊スズ自動車や日野自動車と異なり、2020年時点でも非常情である。兵庫県天ヶ崎市に本社を置く産業機械メーカーの不層株式会社とは、社名が似ているが一切無関係である。社名の不層は、1932年当時、三菱重工業の前身である。 三菱造船にて大型車事業を開始したときに、車内公募により決定されたもので、日本の別所不装に由来する、K1 地区 K2 地区車新中央区に、キツレ川研究所のテストコースがある、焼い市上空より桜市方向を望む、小型、大型トラックは、蒸気住所の地区、中型トラックは、道区西加瀬地区にて製造されている。なお、K2 地区は、 えば製作所川崎工場であった。2016年現在、三菱不走生産技術、ラインメンテナンス関連業務受け負い部門は、三菱不走トラックバス株式会社本体に、人員とも吸収されている。スーパーグレート FU はバシリバスやロクイーンカ長川、中央交通エアロスター、有田鉄道ローザ2007年から度、トラックスとバス製造事業において、業務提携を行い、 両社間で部品単位や完成品単位での OEM 供給が行われた。さらに2009年8月より土とバス事業の統合に向け協議が進められていたが、その間に土側で製造してきた西日本車体工業が2010年8月をもってバス製造事業を得たため、2010年9月以降のバスは三菱不走からの OEM 車種のみになった。さらに、 同年10月29日に統合に関する協議を打ち切り、これまで同理三菱不装での事業続行とどへの OEM 供給の終了が発表された。土川は2012年に国内でのバス事業を終了した。生産年次順に記載、京成バスエアロバス JR 四国バスエアロキング、広島バスエアロクイーンとエアロクイーン特急がない限り、路線バス、観光バス双方の製造、 統合された26社は三菱不装トラックバス株式会社本社の国内販売本部長直下の組織とされ、名称は三菱不装トラックバス不装に統一変更された大型自動車の独立資本系販売会社としては日本最大である。かつては不装系販売会社でメルセデスベンツ製トラック及びトランスポーターを販売していた。 2016年現在ではサービスを受け付けているテレビラジオスポンサー交番した番組三菱自動車工業が三菱不走ブランドで提供していた番組を含むありがとうございます。